よかった。そこのおっさん相手にやれよ。ふざけんなヒヨッコ、お前だけ楽できると思うなよ。コノアの者を連れ帰らねばなりません。邪魔する者は一匹残らず排除します。うん、珍しいお人形だ。今度調べておきましょう。悠長に言ってんじゃねえ。よく聞いてください。大型鬼は強固な外角に守られています。それを打ち破られば、鬼の生命力を削ることはできません。V 破壊によって、敵の外角を引き剥がすのです。王家到来ってな、いただき！この間な、全員私の言うことをよく聞け。鬼の手の進化は大型鬼に対してこそ発揮される。通常 V 破壊は外角にしか通じず、奴らの本体を破壊することはできない。だが鬼の手を使えば本体そのものを直接破壊できる。完全破壊だ。強大な敵に打ち勝ちたいなら、これを使いこなしてみせろ。この攻撃逃しません。よくやった。それが完全破壊だ。野牛の剣、お貸しする。たく、やっと終わりかよ。あぶねえとこだったぜ。邪魔者は排除しました。急ぎコノエを連れて脱出しましょう。ちょっと待て、鬼の死骸から何かが。you
戻ったか、からくり使い。行方不明の者たちはどうした？お手柄だ。おお、生きていたか。隊長、ただいま戻りました。愚か者め、深追いするなと厳命したはずだぞ。申し訳ありません。今回だけは許そう。生きて帰ったことに免じてな。他の者はどうした？それが彼女が唯一の生き残りです。役も残りの連中は手遅れだった。遺品を持ち帰った。家族に渡してやりな。申し訳ありません、隊長。私が先走らなければ。そうか、あやつらが言ったか。本当に愚か者とも。め、貴様はよく生きて戻った。これからは一層里のために励む。それが生き残った者の務めだ。ありがとうございます。一人でも救えたのは貴様たちの協力あってこそ。不本意だが今は感謝しよう、からくり使い。貴様の責任でないことは分かっている。からくりを信用したわけではない。だが我らは誇り高きこの世、受けた恩には報いる。便宜を図ってほしいことがあれば私に言うがいい。それでいいな、博士。ふん、そうか。では研究所の予算を増やしてくれないか。とりあえず100倍ほど。な、何？便宜を図ってくれるんだろ。バカな。そもそもあの予算は医療の補助だ。貴様が医者だと言うから、かぐや様のご厚意で援助しているに過ぎん。では医療設備も充実させよう。それで問題ないだろ。魔女め、地獄に落ちるぞ。それは楽しみだ。へい、行くぞこの絵たち。魔女と同じ空気を吸っていては肺が汚れる。資金は後で届けさせる。せいぜい大事に使え。救援感謝します。人に感謝されんの何年ぶりだっけな。日頃の行いが悪すぎます。全員ご苦労だった。おかげで資金繰りには当分困らんな。おとなしく感謝されてりゃいいもんを。恨まれても知らねえぞ。ふん、そう褒めるな。褒めてねえよ。鬼の手の効果も確認できた。成果は上々と言っていいだろう。だが3人救えなかったのは事実だ。もっと効果的な運用を考える必要がある。とりあえず明日改めて研究所に来てくれ。鬼の手の整備をしたい。承知しました、博士。お前には少し話がある。後で家に寄らせてもらうぞ。今回の一件、私からも感謝します。あなたの勇気に敬意を。また皆で討伐隊を組みたいものですね。はい、よろしく頼みます。じゃあな。